目で来た車は GT カーという日本の JGTC スーパー GT ですね。こちらを走る GT マシン、もしくはヨーロッパでレースに参戦している FIGT に参加している市販車の車をレーシングカーに仕立てた、ちょっと見覚えがあるけどもレーシングカーになっている、ウィングもついている、ワイドな幅にもなっている。もう一人ですね、参加選手お待ちしています。ちょっとですね、ドライバーの方お名前を呼ばせていただきますのでお手を挙げてください。長谷川さんいらっしゃいますか？いらっしゃらない。長谷川さんですね。GT クラス F 名に参加される、長谷川さん、このスピーカーを聞こえるところにいます。はい、すいません、長谷川さんですね、リタイアという形になっております。はい、それではですね、コースオープンいたします。はい、停車カードチェックと OK です。スターティンググリッドの方に車を進めてください。はい、スタートマーシャル、1番グリッドを開けてください。はい、ちょっとずつ後ろですかね。はい、スタートマーシャルありがとうございます。それではですね、GT クラス F メイン、スタートいたします。シグナルをご注意ください。はい、GT クラス F メインスタートしました。綺麗なスタート。トップを行くのは黒とホワイトに赤が入っている車。最初に戻ってきたのは三浦選手だ。それに続くのは佐々木選手、田中選手、阿部選手、飯田選手の順で電車1周をクリア。おっと、ここでトップが変わっている。トップで勝ったのは佐々木選手。今外周からインフィールに入った白と紫色、クリーミーな紫色の車だ。おっと、しかしその後から追いかけている飯田選手とのバトルが熱い。飯田選手の車は緑色の車。トップ、今コース中央、2台は激しいバトル。ただし1位と2位で潰し合うのはやめた方がいい。1位と2位なら上のレースに出れるが3位は出れない。おっと、ここで飯田選手が1位に上がってきた。佐々木選手ちょっと失敗してしまった。残り時間約3分。ここでトップの飯田選手、佐々木選手を持ってきた。しかし3位の阿部選手がかなり近い。2位の佐々木選手にコンマ48秒、さらに接近し、おっと、その阿部選手壁にぶつかってしまった。これでちょっと佐々木選手は楽になったぞ。残り時間2分30秒。トップはストレートを行く緑のマシン、その後ろのホワイトに紫の車が2位の佐々木選手。そしてさらにその後方2秒ほどにいる黄色いマシン、今コース中央の黄色いマシンが、3位の田中選手。しかしここでまたちょっと熱い戦いが起きている。3位争いだ。しかしここで4位の阿部選手もちょっと引っ掛けてしまった。なので車はちょっと等間隔で離れている。残り時間残り1分45秒。トップの飯田選手、ストレートの緑の車、そして2位が佐々木選手、今ストレートからインフィールドで、3位の阿部選手が今ストレートからインフィールド。1位2位3位はかなり等間隔に分かれている。こちらの車は競争が発売するミニッツレーサー、
その GT カーボディを乗せた GT クラスの決勝 F メインを行っております。日本一を決めるこの大会、 F メインから勝ち上がるには1位と2位に入らなくてはいけない。1位と2位になると上の E メインに勝ち上がっていける。このまま A メインまで勝ち上がって1位になると日本一になれるという、これがフィニッツカップファイナルチャンピオンシップ。残り時間は55秒。トップ変わらず飯田選手、今佐々木選手も変わらない。トップ飯田選手、今ストレートエンドに向かう緑の車、今インフィールド走行中。2位の佐々木選手の車がストレートエンドからインフィールド。飯田選手は快調だ。残り30秒、2位佐々木選手の差は5秒。しかし佐々木選手と阿部選手の差が2秒3に縮まっている。佐々木選手の車は今ストレート、そして阿部選手は今ストレート、その差は2秒2。ちょっと縮まってここ、しかしもうそろそろ時間オーバーで、あと7秒。ここでタイムアップ。6番ゴール、6コースゴール、田中選手ゴール、3コースゴール、2コース、4コースゴール、5コースゴール、これで電車ゴールだ。1位で、ゴールしたのは飯田選手、手を挙げてください。ありがとうございます。そして2位で勝ち上がりを決めたのは佐々木選手、手を挙げてください。はい、また E メインでの活躍期待しています。